プリンス・エドワード島の風景、アンの友達は、カナダの作家 L.M. モンゴメリが1911年に出版した短編集の日本語訳のタイトル。モンゴメリは短編集の出版を希望するボストンのページ社の求めに応じ、短編作品のうち良作を選び、過筆、手直しして一冊の本にまとめられたのが本書である。良いものは、 少ないと思うと1911年1月17日の日記では悲鳴していたモンゴメディだったが、1936年8月21日の日記には、私は今日、クロニクルスオブ・ラボンリーのオールド・レディ・ロイドとイーチ・イン・ヒズ・オウンタンを読み返して泣いてしまいました。この本が出版された時何人かの批評家が、イーチ・イン・ヒズ・オウンタンは英文学における最も美しいストーリーであると、 言ったのを思い出しました。今では、このような作品は書けないと思いますと記している。村岡花子役も、掛川京子役も、案の友達のタイトルにて出版されている。各タイトルは、村岡花子役に準拠する。通常、最初に挙げられている9冊の本を、アンブックスと呼ぶ。アンブックスをより狭い範囲に呼ぶ場合もあるが、9冊の本は、案を、 主人公とするか、純主人公とする、案の物語である。これに対し、追加の2冊は短編集で、案の物語と同じ背景設定であるが、大部分の作品は、案とは直接に関係していない。案が早くとして登場したり、その名前が言及される短編もあるが、総じて、題名が示す通り、案の周囲の人々の物語である。なお、4冊目。 アンの幸福の現代は、イギリス版とアメリカ版で異なり、イギリス版では、アンオブ・ウィンディー・ウィローズ、アメリカ版では、アンオブ・ウィンディ・ポップラースで、内容も少し異なる。ありがとうございます。